お疲れ様です。何？お疲れ様です。何？今日多分スケジュールを一日押さえてもらったと思うんですけど、島村に行きましょう。コンタクトつけてる。じゃあ早速準備してきてください。意味わからない。でもマジでもう運転慣れたんじゃないですか。首都高なんてマジで、いっぱいか。前だとか首都高じゃないけど、うん、めっちゃ煽られたし。まだ朝早いね。今何時だ？10時。あ、10時。意外と早かった。これ降りるのかな。ぽいよね。あれなのか、なんか事故ってるのかな。かもしれない。だとしたらまあまあ地獄なドライビングに。はい。正直な話、アニメのコラボグッズが販売された時しか行かないですね。しかっていうか、それで行くのがすごい。でも回転ダッシュ。まあそれは置いといてですよ。なんで島村なんですか今日は。やっぱ島村って言ったらお安くて、まあいろんな品種が豊富っていうイメージなんですけど、正直あんまお洋服詳しくない。人間としてマルの洋服とか着せてもらって、僭越ながらアパレルのブランドに出入りすることが増えたじゃないですか、うん。まあ、そこにちょっとさすがにアニメコラボの T シャツではいけないので。そう？いやいや絶対思ってない。バロックだったら全然ありだった。あ、本当ですか。まあ、そうだね。アローズはちょっとね、着てる人見ないよね。じゃないですか、うん。全身マルだもん、ね、そうそう、だからもうマルしかないんですよ、うん。でもちょっと私も別に大富豪じゃないので、マル以外のお洋服も買ってうまく着回しをしたいわけですよ。ってなった時にどこがいいか、島村でしょと。コスパ。いや大事大事ですから。コスパっていうかコストでしょ、自分の価格でね。そうです。そうです。それで教えを請いたいという魂胆です。地元にはさ、八王子には全然あるからさ、うんうん、行くけどさ、うん、自分が最近買うお店ゾーンに島村がさ置いてないのよね。あ、行かなくなっちゃったからさ。じゃあ今何があるかも把握。全然知らん。あ、その掘り出し物があれば。そう、掘り出し物があれば。え、でかっ。そう、大きいんですよ。おお。え、なんかね、八王子もこういう、本当ですか。こういう感じの大きいところがあるの。なんかすげえ懐かしい。なんかちょっと嬉しいです。嬉しい。私がいつも来てるところに聖地置いてますね。そう、聖地。貴重な駐車シーン。途中まで意識失ってました。すごい勢いで。でもすごいよ、一発で。あ、すごい。あ、めっちゃ綺麗。はい、はい、着きました。到着いたしました。ということで早速島村で何買う。やっぱりその着回しを私は勉強したいんで、うん、島村でコスパ最強のアイテムを1万円以内で買えるだけ買ってきてほしいです。投げやり。もうだって分かんない、分かんないですもん。で買うだけじゃなく、それをどうやって着回すんだよってところまで教えてほしいです。初心者ですから。だってこいつうずうしいね。本当に愛嬌がない子だったら何やってん。先輩お願いしますよ。いや本当に。ということで久しぶりの島村に早速行きましょう。ゴー。神田間さんは今買い物をしております。ご覧ください、このまっすぐ駐車。さっきね、ちょっと脳死してるのかぐらいの急ハンドルだったんですけど、結果めちゃめちゃ綺麗ですね。おかえりなさいませ。めっちゃ大量じゃないですか。なんかさ、全然ないと思ってたのに、うん、逆に1万円ってくそ悩むくらい試着してた。まあ、マジですか。確かに結構かかってましたもんね。すごい可愛いよ。ね、早速今帰ってきたばっかりで恐縮なんですけど、今ちょっとここではね、スペースもあれなんで、早くお家帰って見せてもらえたら。本当にこれだけのために島村来たの。はい、そうですよ。いいゴミ分。
スケジュール一日抑えて乗ってってくださいって言われて持ってくる。全然活躍してないじゃないの。運転もしてもらって。本当だよ。はい、はい、はい、帰ってまいりました。そして選びました。お疲れ様です。本当だよ。楽しみにしてるんで。そうだよね、はい、こっちは一旦ちょっとね、ふーって感じ。何点ぐらいいけますか。7点やばい。税抜きで考えたら全然9000いくら、税込みで1万800円ちょい。すごい。しかも自分が思ってたよりもいい。早速じゃあ紹介していきましょうか、うん、はい、お願いします。まずカバンです。これなんか見つけてやったぞみたいな感じなんだけど、普通に使いやすくないっていう。で中もスペースが3つあるからいろいろ入るじゃんっていうのと、まあここのラウンドがちょっとね可愛らしいなと思ったんだけど、コーヒーで、まあ、高級感もあるしっていうのと、ここね、ここ調節できる、可愛いじゃんって思って。可愛い。ちょっとコンビニ行く時とか、そう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 、使いやすいかなって思って、うん、本体価格1490円。安い安い。税込みで1639円。え、2000円いかないんですね。いかない、びっくりした。正直もっとなんかすごい激安アイテムがあって、このカバンは序の口の2,000〜3,000円とかなのかなって思ってたけど、2000円切るんですね。すごいよね。次、ショート丈のシャツ。めっちゃ使えそうじゃない。そうなのよ。これ試着したんだけどいいなと思ったのが、袖丈が長いの。あと袖が結構幅あるからちょっとルーズに袖は切れて、だけど丈が短いから意外とスッキリと見えるっていう、なんか身長問わず使いやすいなっていう。確かに。で後ろもねこうやってタックデザインがあるからちょっとふわっと。こちらでお値段がなんと990円。やばい。すだよね。言葉出ない。すごくない？どういうことっていう感じ、うん、まあ、縫製とかはね見なかったことにした方がいい部分とかあるんだけど、はい、もう全然着るだけなら、うん、トレンド感もあるし着つぶすならいいんじゃないかなっていう。そう、もう一個シャツ、これストライプのシャツなんだけど、これがねポリエステル 100%。 ポリエステルってシワになりにくいんだよね。はいはいはい。普段着使いしやすいかなっていうのと、今気づいた、ここ袖ボタン外せるわ。あ、すごい、結構がっつりボタンついてる。そう、スリットで今っぽく遊べるやつだわ。すごいわ。で、ちょっとゆったりめのシャツで、ストライプってトレンド問わずずっと使えるし、春先結構1個あるとコーデが華やかになってくるアイテムなので選びました。こちらはですね、1490円。1490円がちょっと、うん、うん、ねーなるよね。なる。990円がさ、怖い怖い。全然安いのに。全然安いよ。次、ナイロンのスカートで、これがですねサイドにポッケとかついて、下にドローコードもついて、で後ろゴムで後ろスリット、歩きやすいし楽ちんだけどトレンド感満載で履ける。え、すごい。確かにめっちゃトレンドですね。うん、もうかわいいよね、はい、これなんとですね1490円。え、てそれ均一なんですか。いろいろついてますよね、それ。これすごいよ、うん、デザイン性はあるけど工程としてはそこまで複雑じゃないから。でもナイロン素材でさ、はい、我々もこう水に濡れてもそんなね、はい、染み込んだりしないでこうちょっとすぐ落とせる感じもあるし、島村っぽくなくない？すごい。値段の安さだけじゃない、驚きだけじゃない、裏地もついてるから半端、途中までボディラインも拾わない。えぇ、ー、あと3個。やばまあ、次はこういうのは島村さんでぜひ買っといた方が女性の皆様いいんじゃないっていう。あ、このやっぱ春夏白ボトムとか、はい、薄手のボトムを履き始めた時に、はい、インナーのこういうの1枚入れとくと下着のラインが気にならないから、ちょっとこういうのいいんじゃないっていうので買ったんだけど、これは790円。安い。お洋服でさ、可愛さを生地とかで選んでいくと、白とかってやっぱ透けちゃうもんは透けちゃうんだよね、色的に。こういうのがあるとお上品な大人のマナーな着こなしができるから、まあ1個あった方が絶対便利ですよね。そう、私もユニクロのやつ持ってんだけど、全然こっち安いしさらっとしてるしいいじゃんと思って、ちょっと紹介しようかなと思って選んでみた。そう、インナー類すごい充実してた。あ、そうなんですね、うん、下着とかも全然いっぱいあった。そう、あ、すごい。そうそうそう、色もいっぱいあった。靴、靴もある。靴もあるんですか。靴もある。でもトータルコーディネート、うん、できちゃうかも。
白なんだけど、スタンスミスのレザーのようなここ合皮なんだけど、つるっとしてる合皮系からちょっとお手頃価格の靴買うとちょっと足元ね、はいはい、なんかチープに見えちゃうかなって思うかもしれないんだけど、素材で選べば高級感も出てきて、なるほど、素材感で差をつけるってことですね。差をつけるで、こうベーシックな形だから合わせやすいし、こういうのは防水のシューってスプレーしとけば汚れにくくもなるからっていう。であと意外とね軽い、これ軽い、えめっちゃ軽い軽い。でこちらお値段が1790円。切ってくる。なんかオールブラックコーデの時とかも足元がこの素材合皮だと大人っぽくいけちゃう。スニーカーでカジュアルダウンさせてんだけど大人っぽい着こなしになるし、最後がこれがね、試着して、はい、おったまげおったまげデニムボトムスなんだけど、コクーンなの。丸いのよ、シルエットが、え、かわいいって思って、はい、で、後ろゴムだ、楽ちんデニムでおしゃれなの形が。マジで味方すぎます。そう、1790円、2000円しないの。2000円しない。待って、冷静に2000円超えてるものない。ない、やばい。しかもこれウエストゴムなのにウエストゴムを感じさせないシルエット、ほんとびっくりして。なんかこうやっぱデニムってお高くなるじゃないみたいな印象とかあるんだけど、まあ縫製とかはね、やっぱこれね、ちょっといい味が出てる感じなんだけど、でもシルエットと履きやすさ重視で言ったらいいものって値段がするよなっていうデニムを、そこをあえて常識を覆してきたかも。で、あとお手頃価格のデニムだと、はい、後ろ姿がブサイクが多いのよ。なんか今日すごい何キャラなのよっていう話しちゃったりしてるけど、はい、なんかね、後ろ姿がお尻ペチャンって見えちゃったり、はい、なんかうんっていうものがあるんだけど、これは可愛い。ちょっと後で履いてみるけど、ちなみに、はい、袋が無料だった。やば、今時出せないですか。のなんかお会計した時に、はい、袋お願いしますって一番最初に言ったんだけど、はいはい、袋の課金がされてなかったから、はい、すいません、袋の値段って入りましたって聞いたら、はい、あ、無料ですよって言われて、びっくり。でもここ数年聞いたことないですだよね、はい、いいんですかって言っちゃったもんすごいです。でもあとはこれをどう着回すか。そうだよね、までがちょっと今日の講義内容なんで。そうだよね。じゃあ一個ずつご紹介していきます。シャツ着てみました。こんな感じ、結構短いんですよ。チプラのものだとおしゃれアイテムとして取り入れるじゃなくて、ベーシックなアイテムをプチプラでみたいな感じだと思うんだけど、はいはいはい、こういう逆にベーシックな黒のワンピースにさらっと羽織る春の着こなし、うん、でちょっとカバンとかはパッチリさせて、で今のコーデで言うとスニーカーとかこれに合わせて、全体的にすっきりとした女性らしいところを靴とカバンでちょっとカッチリさせる。全然下村じゃなくない？全然下村、言われなかったらマジわかんない。そうよね、これそうそう、ちょっと袖が長めで大きいから、それをそのままあえて着るのでもいいんだけど、ここをちょっとクシュッとさせるとここにたまりができるから、エレガントな感じになるよね。でもちろん丈が短めだから、ジャストウエストよりもちょっとウエスト位置高めのパンツとか合わせてこうやって着るのでも全然いいと思う。だがなんか後ろ姿がちょっと短いから、この短さが結構ヤングな感じも見えなくもない、元気な感じ。こういう合わせをするなら大人っぽい色でまとめた方がいいかなっていう、ちょっとお上品になるように今だったらシルバー合わせましょうみたいな、ちょっと上品な部分を足すみたいな。で、上ショート丈でパンツの面積が大きくなるじゃん、はいはい、からパンツはシルエットにこうやってこだわってあげるとコーデとして見せ場ができる。なるほど、そういうことですね。このシャツを主役にするときは他はスッキリさせた方が、さっきのワンピもそうだよね、主役は1個でいいみたいな、主役は1個で、はい、あとは副菜で OK ふうなバランスの取り方をするとコーデとしてもいいかな。あ、好き、私はそういうコーデが好き、うん、ごちゃごちゃするよりも見せ場を1個作ってあげるコーデの方が好き、はい、ですかね。うわ、めっちゃいい。いいよね、これね。いいよね。これはマジ侮ってましたね。侮ってたよ、うん、侮ってた。このまんまの勢いでさ、てかスニーカー合わせやんなかったね。ヘルシーママになった。ヘルシーママって自分で言ったけど、いや、めっちゃめっちゃ好きですそれ。かわいい。よね。めっちゃかわいいですね。かわいいよね。代々木公園でピクニックしてます。うん。すごいよね。絶対。しかもめっちゃ歩きやすいこれ。へえー。すごい。すごい。
ストライプのシャツもこれに羽織るのでも良いと思うんだ。さあ、このストライプのシャツはさっきよりも全然オーバーなものだから、肩幅がなかったり体型によってはちょっと着せられちゃってる感は出ちゃうと思う。ちょっとメンズライクな雰囲気が出てくる。腕の部分がこの幅が太いから、ここを開けると結構ルーズな印象にはなっちゃうんだけど、このね、肘スリットのやつはもう1年以上前からファッションのアイテムとしてもだいぶ市場に回ってきてるものだから、この感じはいい。これコーデ組むなら黒のニットタンク、まあ、ニットじゃなくてもいい。で、この白の楽身パンツ、やっぱ夏の定番、春夏の定番になってきてるやつにさらっと羽織りたいな、私だったら。もうこの感じ、なんか一気にこなれ感出ますね、シャツがあると。そうで、ストライプだからお上品になるし華やかになるわけよね、うん、コーデに味が出てくるから、うん、無地だとやっぱシンプルすぎてなんかここ勝負みたいな、あ、確かにヘアメイク勝負みたいになっちゃうから、ストライプを刺してあげるとぐっと華やかになるかなっていうのと、この白パンツに白シューズって足の境目わかんないから足長効果もある。これで黒いスニーカーを持ってくると足元が重くなるだけじゃなくて、私の足ここみたいな風にも見せちゃうから、このね、ちょっとした見え方の違いとかも実は下半身をすっきり見せちゃうポイントです。アパレルの人とかはこっち側が多いのよ、逆にシューズでちょっと自分の個性を出していく。だけどすっきりスマートによりシンプルにまとめたいっていう時はこっち。この靴やばくない？さっきからすごい活躍してる。すごいよね、かわいい、かわいい、うん、本当に1700円、この靴。しかもめっちゃ軽かったです。軽い、マジで歩きやすい。ごめんなさいね、話島村で買っていいものは見つけたとしても着るんかなと思ってたの。はいはいはい、全然履く。なんかすごい似合ってますよ、うん、靴。しかもなんか変にさ、ロゴとかもなんもないから、はい、逆に履きやすい。あとはもう秋冬でこの上にトレーナー着ちゃうとか、そういう着こなしが多いですね、私は。じゃあそのままちょっとスカート履いちゃいましょうかね。スカートちょっとね、丈が短かったので腰で履いとるが、わかんないけどめっちゃバロック臭がする。触れるか迷いましたが、うん、売ってるよね、これ確実に。思ってました。スライかマウジーで絶対置いてるよね20代の時の私なんでしょ。そう、もう来た瞬間、え、なんか懐かしい、懐かしい、懐かしい。これで渋谷に通勤してたもん。あ、すごい通勤してた気がする。可愛いよね、うん、可愛いですね。なんかスカートでこうやってポッケがサイドについてたり、ギャザーだったりドローコードで味付けが結構されてるから、上はちょっとボリュームがありつつのタンクトップ合わせにして、こう全体的にタイトなラインだから足だけボリュームシューズにしてちょっと重量感出してる。可愛いよね。もっと性的におしゃれに持っていくなら嬉しい。可愛いよね。え、めっちゃ可愛いです。それてか島村じゃなくない？え、そう、全然っぽくないです。スライじゃない？すごい。まあでもさ、この着こなしはなんかちょっと今はリアルじゃないというか、はい、やっぱ私もね、だいぶラフなコーディネートだったり生活を送っているので、こういう風に持っていくのであれば、はい、だいぶめっちゃ腰ばきしてるけど、これはいわゆるカーゴパンツと同じように合わせればいいから、ボーダー合わせとか可愛いよね。で、後ろスリットが効いてるからリュックとかでカジュアルダウンしちゃってる。可愛いよね。すごいね、島村って。てかマジ全然変わりますね、一気に。すごいよね、すごいよね。可愛い、すごいね。はい、すごいわ。トレンドを確実に抑えてきてる。抑えてる。服の優先順位が低い人はこうやって島村でやりくりしたら、え、服の優先順位低いのみたいな見た目になる。確かに。え、気合入ってんじゃんみたいな。うん、全然お金かけてないよ。で、今めちゃメモしてます。メモしてます。デニムです。めっちゃ今年綺麗じゃないですか。めっちゃ綺麗なの、うん、なんかちょっと丸いコクーンなシルエットで、めっちゃ綺麗です。そう、ポッケが外側についてるけど、そんな気にならないと思う、うん、全然気にならない。黒だから目立ってこないでしょ。色も関係するんですね。色も関係。てかデニムって薄色になってくるとブリーチでさ、なんか加工が入るから、はい、またちょっとその加減、さじ加減に多分デニム好きなブランドさんだったり、はい、そのデニムを知るブランドさんだったり、デニムを育てるのが好きな方とかは、なんかそういうのも踏まえてデニムを選ぶと思うんだけど、ただデニムが履ければいいっていう人は、はい、マジで島村のデニム、うん、いいと思う。
ウエストゴム超楽だし、全然ゴムに見えないです。見えないよね、前から見たら、はい、全然、ほらでも後ろゴム、あ、ほんとだ、あ、めっちゃいい、めっちゃいいね、めっちゃ似合ってますよ、すごいいいよね。お気に入りのデニムってやっぱ公園履きたくないんだけど、うん、全然これ土日の朝これで公園行ける。汚れたっていいし、うん、動きやすいし、かわいい、ガンガン洗えるってことですか。ガンガン洗える、まあでも色落ちは多分すると思うから、はい、他のと一緒に洗わない方がいいし、安いと言って安い扱いをしない方が物持ちはいいと思うんだけど、うん、気にせずいけると思う。素晴らしい、持ってた場合は形綺麗でびっくりしますだよね、はい、これデニムオンデニムしてもバレないと思う。全体的に暗いから、うん、カバンだけ白とか、うん、かわいいよね、かわいいですめっちゃ。ラメのビスチェとかでもいいと思う、ワントーンなこういうラメビスチェを1個投入してもちょっと色味が渋いかな、うん、似合う似合わないが激しそうだけど、ありですね。島村すごーい。いやちょっとマジで舐めてました本当に。すごーい。1万円はこんだけいけるってことですよね。靴まで買えるけど。全身コーデもいけるよね。いけますね。全身だ。全身島村。何の違和感も。何も違和感ないよね。うん、満足した？めちゃめちゃ満足しました。よかった。以上。